諸星霊は日本のミュージシャン、作曲家である、千葉県柏市出身、茨城県東海村育ち。演奏楽器は主にエレキベース、バイオリン、ピアノ、エレキギター、こと。1996年、千葉県柏市生まれ、茨城県東海村育ち。幼少期からモーツァルトやベートーベン等のクラシック音楽に触れ、5歳からピアノを始める。 初めて手にした CD はシューベルトであった。小学校高学年になると、ポピュラー音楽にも触れ、ビートルズやマイケル・ジャクソン等の洋楽や、日本のロックバンド、アイドルの楽曲を好んで聴いていた。一週間周期で、図書館や CD レンタルショップで CD をレンタルし、一週間、その CD を繰り返し聴くのが、当時の諸星の楽しみであった、と語っている。 初めて買ったポピュラー音楽の CD は嵐。小学生の頃の将来の夢は作曲家か、嵐のメンバーになることであった。後に、嵐、西木戸亮、赤西仁を憧れの存在と述べている。エレキベースはレコーディング用とコンサート用を使い分けている。仕様メーカーは不次元。エレキギターはギブソン、アコースティックギターはヤマハを使用。作風としてはクラシック。 ロック、ポップスを組み合わせたサウンドであり、ジャンルにあまりこだわりはないというか、意識したことはないと発言している。2019年から、楽曲がメディアで使われ始める。ウルフガンガスを設立し、楽曲提供を開始。2017年、2018年、2019年、アルバムファースト、ミュージック、シングルファースト、チェーンエリアンセカンド、オルガン伴奏による、声楽曲。 サード、ギアマンモーニングコールホース 1980S ポップフィフス、B.E. ロストインメランコリー。ありがとうございます。